どうもみなさんこんにちは。今回もまた地獄系動画になってるわ。新しいジャンルを作るな。村人100人ぐらいの進捗を達成したいのよね。だがこの進捗、100人って明記されてるわけじゃないからな。もしかしたら1000人とかかもしれないな。だとしたら本当に進捗達成諦める。まずはこれから作っていこうか。コンクリートミキサーの小屋、大学レベル3で研究しないと作れない施設だわ。まあ名前のまんま。コンクリートを作ってくれるとこだろうな。それじゃ最近いろいろ作ってる。自宅の裏に建てて。レベル1なら素材も大していらないな。それと同時進行でここにある村人の家のレベルアップもしていくわ。今住んでる村人がだいたい50人弱。100人ってことは、つまり倍の数家がいるな。そういうことになるわね。この種類の家は素材が少なくて増やせるからこれいっぱい作ろうか。だがレベル上げても屋根ないけどな。屋根なんて飾りよ。いやむしろ星空が見える家として売るべき。ただし雨天。自然と同化する家。言い方でなんとかごまかそうとするな。それで今回からモッドを追加したわ。割と久しぶりのモッド追加だな。その名がウルプイークス。村人が大量に作ってしまった緑の羊毛を救済できるわ。まだそれ緑のまま残ってたのか。色付きの羊毛も専用で染めれたり、ベッドの色を専用で変えれるようになるモッドだわ。かゆいところに手が届くとはまさにこのことって感じだな。かゆいところどころかかゆくないところにまで手が届くわよ。それは全く意味がわからん。羊毛いろいろいじってたら、コンクリート小屋は完成。この辺の石も全部土に変えたいな。めんどくさそうだし私遠慮しておこうかな。お前がやらなかったら誰がやるんだよ。この施設は、まあさっき言ってた通りだったわね。いろんな色のコンクリートを作ってくれる施設みたいだぜ。それじゃここもできたし、全力で家だけ作っていくわよ。そしたら建材でネザーレンガと醸造台が必要だからネザーに来たわ。村モッドの建物はレベルが後半になると別ディメンションとか海底神殿の素材が必要になるよな。多分そういうのでマイクラの進行度と合わせてるんじゃないかな。レベル4にはプリズマリンが必要だから海底神殿行って、レベル5にはプルパーブロックが必要だからエンド行ってみたいな。もしかしたら今後岩盤が必要になるかもしれない。それはただの罪。10年ぐらい掘り続けてれば回収できるかも。岩盤より先に PC が壊れそう。というか全然出てこないんだけど、これはブレイズ召喚の儀式をしないと。儀式、クリーパーの顔かぶって松明持って。なんだろう、すごく既視感を感じる。マジで本当に出てこないんだけど。そりゃそんな重装備でガン待ちされてたらな。だったら今のうちにこの辺拡張して湧きやすいようにしようかな。ここからになんだこいつ急に目の前に出てきた。絶対に許さない。謝るまで殴るのをやめない。その剣だと2発殴ったら相手死ぬけどな。なら謝るまでの猶予は1発ね。まあそれなりに集まったし、帰ろうかな。ふと思ったんだが、テレポートスクロールってネザーで使えるのか？どうなんだろ。ディメンション別だと使えない気もするけど、ておー、村に戻ってこれた。ネザーからも戻れるのか、かなり優秀だな。テレポート系でディメンション超えれるって結構珍しくない？それも一瞬で戻ってきたからな、マジで優秀だぜ。それじゃ資材集まったし、また建築に戻ろうか。ってことで家建てまくってレベル上げまくってたら、目標達成。ビレッジ。これで50人は達成したみたいね。最後の目標が100人なら、これで折り返し地点なんだぜ。ところで今どんな風に建築してるんだ？数が多くてだいぶ面倒そうだが。今回の建築は結構楽できてるのよね。どうせ今回、同じ建物を大量に建てるだけだから、こんな風にあらかじめ素材を大量に入れておいたわ。明らかに多すぎる気がするんだが、ほらこのネザーレンガとか絶対余るだろ。ちなみに最終的に半分以上余った。マジで明らかに多すぎなんだよ。多いぐらいがちょうどいいって言うじゃん。半分以上余るのはいくらなんでも多すぎるんだよな。よしよし、この辺の家も順調にできてるわね。ん？あれは、村の村人だな。なんであんなところにいるんだ？完全に村の範囲外だし、村の外れで。海を眺めて、絶対に心に闇を抱えてるぞその村人。カウンセリング用の建物とか作った方がいいかな？今話しかけたら寝れてないっていうクレーム言われたんだけど、それこんなとこにいるせいじゃない？こっちのせいではないよな。ただ普通は村人、村の範囲から外に出ないはずなんだけど、こいつはなぜかこんなところにいたな。何があったんだ？まあ何事もなく村に戻ってくれてるし、問題ないかな？それで家が結構できたから、酒場で来てる人を村に入れようとしたんだけど、ユアコロニー、ドエスノット、つまりこの村には M しかいないってことか？英語のテストで0点取ってそう、村に空きがないって言われちゃったのよね。どういうことだ？家は何軒も建ててあるだろ？そうなのよね、なのにスペースがない。だから村の最大数があるっぽいのよね。村の最大数か。どうすれば上げれるんだ？
コンフィグとかかな？全くわからないわね。村人の上限を上げたこととか今までなかった気がするし、と思っていろいろ調べたら、大学の研究で増やせるみたいなんだけど、そのハムレットってやつだな。一個前のアウトポストってのがやってあるんだが、前に村人の上限を上げたことあったみたい。正直この環境ね、何をやって何をやってないかとかあんましっかり覚えてない。一回このシリーズ全部見返すとかした方がいいな。って思って前見返したことあるんだけど、それでもこれだからね。もう救いようのない記憶力なんだな。それじゃこの研究も進めていこうか。128個のステーキが研究に必要ってどういうことだ。2時間も研究してもらうことになるからね。それだけやってたらお腹も減るじゃん。さすがに2時間で128個は食いすぎだろ。もはや大食いチャレンジとかそういうレベルだわ。つまり大学の研究者が大食いをすることで村人の上限が上がる。何がどこにどうなったらそれで上限が増えるんだよ。その研究が終わって、そしたら一気に村人が増え始めたわ。上限が上がったことでさっきまで空き家だった分が埋まり始めたんだろうな。ただ今から50人近く村人が増えるんだけど、もう空いてる仕事がないのよね。ということはつまり、今後この村は2分の1がニートの村になるわね。地獄みたいな村になるじゃねえか。まあこの村は働かなくても生きていける村だから。だが職についてないと確か幸福度が下がるとかあったよな。普段遅れてる日常が本当は幸福だったってことに気づいてほしいわね。それっぽく言ってごまかしてるがそれ諦めてるだけだよな。現状87人が最大ね。だからあと13人入れるように家を建てれば進捗が達成できるはず。だがこのあたり、マジですげえよ同じ家が建ってるな。パート27からこの辺に変化はなかったからね。前の様子はパート27の最後、村紹介見ればわかるわ。と、このタイミングで挑戦達成したー。挑戦完了、タウン、進捗と目標と挑戦って何が違うんだ？多分何も変わらないような気がする。まあでもこれで村人100人を達成したわけだな。いや、100人じゃなかったっぽいのよね。正直この進捗詳細がわかりづらすぎるよね。翻訳したらあなたは落ち着きました。あなたは生き残りました。あなたは繁栄しました。マジで進捗達成のヒントが例なんだぜ。村人100人行っても達成されなかったら、冗談抜きでこの進捗は諦める予定だった。村人を最大まで増やすとかだったらマジできついしな。最大が多分500人ぐらいなんじゃないかな。最大数気になるしやってみるか。マジでやだ。気になる人は自分でやってほしい。今の市民数は76。どうやらあの目標は村人を75人にするものだったみたいだぜ。明らかに家増やしすぎたな。それもこれもこの分かりづらさがいけない。だけどこれで最難関進捗は達成。あとは兵士80人に村の施設をレベル5にするとかその辺だな。このシリーズの投稿頻度はだいぶ下がるかも。作業だらけになるからな。まあ致し方ないぜ。とりあえず今回はこのあたりで終わるわ。それではご視聴ありがとうございました。